ケミです。カセットコンロクッキング。フレッシュマン3回目ですね。3回目だね。ということで、はい、3回目の登板もフレッシュマンによろしくお願いします。っていうかもうね、俺はほぼほぼカセットコンロクッキングはフレッシュマンにやってもらおうかなって、うんうん、わかりました。たまには俺もやるけど、うんうん、っていう感じで、はい、メインはフレッシュマンにも頑張りますと思ってますということで、はい、クッキングスタート。説明しよう。カセットコンロクッキングとはカセットコンロ1台とフライパンのみで作るズボラクッキングのことである。ということでね、というわけでね、今日はメイン食材何使っていきましょう。まず使うのが、鶏肉のせせり。おお、せせり。せせりってどこだっけ。せせりは多分、うん、背中じゃないかな。オッケー、調べてみて。オッケーです。はい、まず、うん、こいつを今日は下ごしらえから。下ごしらえありパターン。ありパターンで、あのみんなが嫌いな下ごしらえ。なるほどね、うん、ごしらえあるパターンね。そう、オッケーオッケー、いってみよう。まずは、うん、ラップを敷きます。ラップ敷く、うん、おお、なるほど、ね、ラップを敷いて、ラップはまあありにしましょう。ラップあり、ラップ、ラップ OK、 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 ラップは OK にしよう。で、うん、鶏肉をねこう並べるんですよ。おお、並べちゃう、うん、おお、はい、せせり並べる、並べました、はいはいはい、並べました。そしたら今度はスパイスをかけていきます。はい、まずは何いきましょう。ブラックペッパー。ブラックペッパー、これをザーッと。これ結構多めでいいですか。これね、結構もう今回は、うん、過剰でいいです。過剰にね。ペパマックスね。ペパマックスで。オッケーオッケー、いっちゃう。得意の KBJ 名物ペッパー多めね、うん、胡椒なんてもうかければかけるだけうまいっていう。そうそうそう、だいぶいったね。だいぶいったでしょう。で、次は塩、うん、おーし、今日も岩塩です。そう、陸のものには岩塩、岩塩、陸のものには岩塩、うん、そう、前回のやつで解説してるので、そうそうそう、見てください。これもね、塩味をね、足していきます。はい、いっちゃいましょう。次、おカレーパウダー。カレー、これね、ジャワカレーのカレーパウダーって、ね、そんなのあるの。これ何にかけてもめちゃくちゃうまくなるからね、おすすめです。おすすめ、うん、中辛、うん、これをね、カレーパウダーはカセットコンロでは初めてだ ね、結構いくね。カレーパウダー、もうカレーパウダーね、カレーだからマジで、うん、がっつりいっちゃっていいから。がっつりいくね、うん、おお、きたきた、かけました。はい、次、そう、チーズ。おお、コナチ、パルメザンチーズ。コナチね、うん、コナチ、コナチ、ね、チーズことコナチ、コナチね。コナチも、はいはい、まあこんぐらい、うん、まあまあ適量で、まあ、適量で、ね、うんうん、でその上からラップをかけます。さらにラップで、ラップを挟む、ラップで挟んで、おう、こう閉じる、うん、でひっくり返す。おお、でさっきのラップを剥がして、この裏面。マジ？結構テクニカルだね。裏面いきます。今回はテクニカルだね。裏返し結構ね、面白いからね。確かに、うん、で同じ、ああなるほどね、今度は同じ裏も同じことをすると。そうそうそう、なるほどなるほど。ブラックペッパーをかけよう。ペパマックス、ペパマックス、いきのマックスいきなりと長いね。そうだね。まあでも多めで美味しいよね、うん、きっと。そうそう、で、岩塩もマックス、ね、マックスじゃない、マックス、岩塩ばっかり。塩は、塩は適量。殺す気かって。でもね、このカレーパウダーっていうのは、うん、あくまでスパイスなんですよ。なるほど、うん、でそんなにさ、カレーパウダー自体 に塩味はあんまりないんですよ。ないんだよね。でスパイスには、うん、塩味がないと意味ないんですよ、うん、スパイスだけじゃ一つも美味しくないんですよ、匂いだけで。結局塩がうめえって話であるからね。そうそう、間違いない、うん、なるほどなるほど。カレーパウダーもいい、いっちゃう。でコナチ、コナチ、コナチ、俺たちのコナチ、俺たちのコナチ、もうこんぐらい。おお、うまそうだね。
うん、でもうこれで焼いていいんだけど、うん、本当はね、はいはい、焼いていいでしょこんなもん。もう焼いていいでしょ。でもね、それから触らなくて焼かないの。またラップするの。してラップしよう、ね、ラッパーだから。あ、俺らラッパーだからね。しょうもない。ラップするのの言い方めっちゃ可愛かったよ。ラップしちゃうの。ラップしちゃうので、これ今度は何でもいいです。空き瓶、空き瓶、空き瓶でしばきます。グッドダック。うん、オーケー。とにかくしばく、分からせる、分からせる、うん、現実を。いくよ。おー、いいよ。結構強いよ、うん、あんまり強く叩くと瓶が割れるんで、うん、まあ、頑張ってきてよ。叩いて叩いて、大丈夫かなぐらい。結構しばき倒したよ、うん、しばき倒した。しばき倒せと、せせりしばき。なるほど、せせりしばきと。おう、いいね。まあ別にあれでだよね、拳でいってもいいってことですよね。うん、拳でいってもいい。なるほどなるほど、うん、もうとりあえずぶっただけと。はい、でここまでやったら、うん、今度火を入れます。おい、火いきましょう。フライパンに火を入れます。今日も岩谷さんのタフマルくんでお送りします。はい、来た。今日も頑張ってよ、たくまるくん。で、フライパンを温めていくんだけど、うん、ここで、ある程度いったらね、これたくまるくん火力強いから。そう、たくまるくんマジ強いから。すぐ温まる。うん。で、今日は、オリーブオイルを使います。オリーブオイル。で、オリーブオイル、今日はね、普通のオリーブオイル。ノーマルね。エクストラバージンでも、バージンでもない。ノーマルオリーブオイルです。ザ・ノーマルで。イエスイエス、うん、どこでも売ってます。はーい、これを多めに。多めだ、うん、今回は結構いくね。まあ揚げ感覚ぐらいの感じ。そうだね、揚げ焼きみたいな、うん、なるほどなるほど。だいぶいくね、うん、おお。いっちゃっていいです。これはオリーブの海を。オリーブの海に。お、今度はニンニクですか。ニンニク、刻みニンニク、刻みニンニク、イエーす。こいつを、やっぱニンニクはうまいからね。うまいからね。うん、間違いないんだよ、ニンニク。こんぐらい。おー、いいねいいね。出たます。この音がまたいいよね。このプチプチってね、うん、この音が若干強め。いや、今間違えた。はい、弱めかな、うん、うん、弱めでじっくりね、やっぱこので、まあ、あんまりやると、ニンニクも焦げるし、跳ねるんで、うん、もうこれ入れます。いっちゃう。やば。結構、ニンニクが爆発する。ニンニク爆発すごいね。ね、確かに今日買ってきたせせりの量でいくと、うん、だいぶでかい、多いかもしれない。だいぶこれあるからね。渋滞起こす。まあ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 、せせりの渋滞が起きるな、これ。まあ行っちゃう行っちゃう。まあまあいいんですよ、行っちゃえば。うん、埋めてこ。うん、埋めてこ。埋めてこ。埋めてこ。テトリス得意っしょ。得意得意。どこにね、どうはめるかっていうのをね、うん。渋滞詰めてこ。よし。ラスト1枚、どっかねじ込むでいいか。オッケー、渋滞起きとる。まあね、せせりもね、焼いていくと、うん、もう縮んでいくから、なるほど、どんどんスペースできてくるから大丈夫です。ジーンズと一緒でね。そうそうそう。だんだん縮んでいくから。縮んでいくから。まあ、火は弱火でじっくりタイプかな、これは。これね、火加減見ながら行きましょうか。ことでね、この生肉なんでね、もううまそうなんだ。おい、このままちょっとね、火を通してゆっくり。吉野さん、うまそうだなって言ったらなかなか前のめりだった。やっぱ結構跳ねるからね。
なんかやっぱ茶色くなってくるとすごい見ちゃうよね。そうそう、うまそうだ、ね、そういうもんだよね。もういけんじゃねえかなっていうね。まあ茶色って正義でしょ、うん、食物に食物の茶色はもう茶色い弁当箱とか最高だからね、うん、茶色が大体うまいからね、うん、まあちょっとね酒でも飲みながら待って。そうだね、まあちょっとこういう時待ちながら。今日もいい一日だったね。イエーイですね。乾杯。これ外でやりたいな。いやーねあれ日曜日とか時間あるときやろうよ。外でやる。川っぺりで ね、 ねその方が絶対、うん、ほら2倍もいいじゃん、うん、絶対。あとこの竹丸くんの凄さが、そうだ、ね、証明できるでしょ。美味しそう、うまそうだよ。もういいじゃんこれね、うん、もういいんじゃねえかなと思って、ね、待ちきれない。これね、本当はね、うん、ささみでやりたかったの。あー、ささみでやりたかった。ささみをしばいて薄くして、うん、平べったく、このでっかくなったやつをこう、はい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 、なるほどね、うん、美味しそうだ、うん、でも包丁使えないから。包丁使えないね、うん、だからもうでっかいままなの。ラッさばけないから。そう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 、だからラップもギリよ、うん、グレーゾーン、グレーゾーン、グレーゾーン、ラップもグレーゾーン。あー、あ、空き瓶もやばいから、やばかったな。瓶はまあ酒飲むからありで、ラップはちょっとギリだった、ね。あうん、まあ今回は OK にします。事故。これねいつもね立ってやるからさ、そうね、台所ってこの顔の近さ。危ねえんだ。どう？いやもう最高だよ、最高。死んだ。死んだ。めっちゃビビっとるよ。いけないの、いけるか。うまそう。もう肉汁好きでほぼ上がっている。ジャック弱める。弱めようか。カレーのね、カレーの匂いもするしね。そう、いいでしょ。うまそう。いや、もうたまらんね。これね、せせり薄いから、うん、もう火はいいんでね、うん、じゃあこれで最後の仕上げで、仕上げある、強くする。おー、きた、やばい、結構デンジャラスだぞ。きた、怖い、油やばい、強くして周りをカリッとやったら、吸って消す。 OK、 おー、いいんじゃない。じゃあ盛ってこうぜ。じゃあ盛りましょう。いや、うまそう。はい、できました。よっしゃー。じゃあ今回のタイトルは、カレー風味のせせりしばき。せせりしばき。イエーイ、めっちゃうまそうだぜ。それでは実食でーす。うまそうっすね、翔平さん。カレーの匂いがすごい、ね、やばいね、うん、行ってみてくださいよ。いただきます。どうっす、あっ、まあ熱いのは間違いないよね、うんうん、どのっすか。もうまずスパイシー、相当スパイス好きで、岩塩半端ないでしょ。岩塩半端ないでしょ。ビールでしょ、うん、とりあえず行きます。ビール欲しい。うん、めっちゃうまい。つまみオブつまみ、うん、つまみオブつまみ、はい。今日レモンサワーにしてるのが申し訳ない、うん、正解だね。いや、ていうかビール飲みて。ビールだね。マヨネーズでいただきます。いってみよう。こんなもんですかね。結構いくな。俺も一個、うん、うん、またまろやかになって、うんうん、うん、
まあ合うね。うん。ビールだね。ビールだね。100%ビールのやつですね。うまい。これから夏になってきたら、うん、こんなもんなんかキャンプとかで作ったら、うん、まあモテますよ。まあモテますこれ。これはモテますね、うん。モテ料理ですね。これは。男のモテ料理。ね。ね。ということで、はい、第3回はなんだっけ。カレー風味のせせりたたき。せせりしばき。せせりしばき。カレー風味のせせりしばきでした。またカセットコンロクッキングチェックしてください。あざっす。